界の雪景色、冬景色。4番デズソーコンボです。よろしくお願いします。5番さんどうぞ。低いね、これ。濃ゆい。濃ゆい。にゃんちゅのモノマネしまーす。あ、にゃんちゅだよ。似てる。ね、抜けちゃったじゃんか。4番伝説のコンボです。よろしくお願いします。5番さんどうぞ。2番です。お願いします。パス切り行ってきます。じゃあゲームスタート。あ、なんか意見ある人いますか。あ、一つよろしいですか。どうぞ。自分とってです。はい、わかりました。僕もです。誰ですか。僕もどうです。じゃあもうやります。あ、うまい。ちょっとな雰囲気出すんじゃねえ。まもなくゲームスタートです。身分を確認してください。朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。2番のプレイヤーは発言してください。僕、占い師です。9番さんの結果、白でした。まあ、占った理由としては、まあ、9番さんと4番さんが同定ということで、もうこれ同定ラインあるんかなと思って占ったんですけど、9番さんは白でした。はい。まあ、対抗占い師は出るのか知らないんですけど、占い師を対抗出るか知らないですけど、まあ、使用するなら、本気でくださいね。はい、新名絶対とかしてるんで、到底の世界ですけど、はい。まあ、1巡目、2巡目、グレーの考察聞いて、黒目やっていきたいと思います。以上です。3番のプレイヤーは発言してください。はい。3番、矢坂星人です。今は把握しました。まあ、1人目ということで、特に言うことはないんですけども、4番のプレイヤーは発言してください。さあ、みんなゲームを始めようじゃないか。2番さん占い師確認したよ。誰に塩出したんだっけ。あれ9番さんだっけ。そうだね、9番さんが、そうですね、童貞は世界を救ってもらって見事村人の勝利に導いてほしいなと僕は願っているよ。2巡目から考察しっかりするからよろしくね。以上だ。5番のプレイヤーは、はい、5番よろしくお願いします。まあ、かなりキャラが濃い気はするんですけど、申し訳ない、これはもう、まあ、太鼓の占いが出たとしても3番さんこれ無駄にないね。申し訳ないけど2巡目の考察も聞きますけど、これ無駄ありがないんで、村人はこれ3番さんちょっと釣り位置に上げないとしょうがないと思います。まあこの状態でもう2番が9番に白出してる時点で2番はもう新目で見ていいかなとは思うんですけど、まあ対抗の仕様が出れば、その人の意見も、聞いていきたいと思います。6番のプレイヤーは発言してください。発言してください。あー、よろしくお願いします。6番です。トランです。なんか9人も おるんですね。僕6人かと思ってました。すいません。あれですね、よくわからないです。まあとりあえずキャラが濃いっていうことで、あと僕村人陣営です。すいません、超絶初心者なんで申し訳ないです。はい、失礼します。7番のプレイヤーは発言してください。そうだね、みんな言ってる濃ゆいね、キャラが本当に。
いや、濃ゆいね、これ。濃ゆい。濃ゆい。濃ゆいな。濃ゆいな。濃いね。濃いわ。8番のプレイヤーは発言してください。はい。占い使用します。9番さん占って白でした。まあ、この人狼さんが左隣の人を占うっていう、まあ、セオリーがあるので占いました。で、2番さんが、まあ、占い使用してると思うんですけど、まあ、僕が人狼なら9番さんを隠し子にするようなことはしないんじゃないかなっていうので、新名を取りに行きます。はい。そうですね。余った時間、何しましょうかね。特に言うことないんですけど、確かに、あれですね、濃いですね、キャラが。じゃあ、僕も次、一曲歌います。9番のプレイヤーは発言してください。やっぱでも濃ゆいね。7番、濃ゆい言うてたけど、一番濃ゆいよね、7番。濃ゆすぎるね、君。真っ黒だよ。ボーボーだよ。まあそうですね。なんかダブル白出しということでとても嬉しくて、僕ハッピーなんですけど今。そうですね、ハッピーセット買ってきますね、ちょっと。で、まあ、そうですね、まあ1巡目なんで、まあどうぞわかんないですけど。1番のプレイヤーは発言してください。こんにちは。聞いてください。津軽海峡雪景色、冬景色ですね。めこれしゃおりたたきかな青森駅雪の中北に帰る人の村誰も無口で海へ生きている私を一人連絡凍えそうなカモメ見つめ泣いていました。あ、私はハンターです。2番のプレイヤーは発言してください。いや、歌って、まあ、一番 黒目あんのかなって考えたらいきなりハンター仕様ですか。わかりました、ハンター仕様白です。まあ、3、4、5、6、7に関しては、まあ、まだ占いが1人しか出なかったってことで、そこまで落とせないんですけど、まあ、その状況で、あの、3番さんが村里内から、まあ、釣り位置かなって言ったら、5番さんは若干黒目あるかなと思うんですけど、そこまで黒くもみたいですね。まあ、2巡目で決めたいと思います。で、8番さんですけど、あの、8番さんも、あの、そもそも人狼なら、あの、新芽取らないっていう、あの、新芽取るために、やるじゃないですか、隠し色作るぐらい。だって、新芽取った方が人狼は生き残れない。強人なら確かにやる必要ないんですけど、人狼普通に新芽取るために隠し色作りますし、しかもそれを自分で言うっていうのは明らかに強人ですよね。しかも次の番歌うんでしょ。あの、占い師が考察しないっていうのはもう絶対ないんで、ない。3番のプレイヤーは発言してください。ちょっと皆さん、私、疑わないでくださいよ。4番のプレイヤーは発言してください。さあ、役者が出揃ったみたいだね。8番と2番が占い師、9番さんが白はい、ということでね。5番のプレイヤーは、ネタベなんですね。把握しました。まあ真面目にやる人は誰もいないのかな。6番さんは初心者だって言ってますけど、6番さん真面目にやるんですかね。まあ私が真面目に言うとあれば、まあ、2番さん殴られたんですが、まあ8番はこれ新芽にはちょっと見れないですよね。8913、まあ、4番さんは若干作ってると思うんで、8913の、まあネタ作っている人に絶対人狼1人もしくは2人いると思います。2人いるんであれば89ラインもあるかなと思ってるけど、2番が白
出ししてるんだよね。まあ1番さんこのままハンター出なければ1ハンターって考えるんで、3、8なんか怪しいかなとは思っちゃいますね。真面目にやる人いるんだったらグレランで3行った方がいいかなと思いました。6番のプレイヤーは発言してください。発言してください。ここは、ネタ部屋っていうところなんですかね。なんか面白い人たちが集まって楽しいですね。はい。2番さんはちょっと、いい感じの人なんで、いい感じの人っていうか、その、占いですか。それをちゃんと占ってるんで、はい。8番さんは今からじゃなくて7番さんの後に歌うんですかね。何歌うか分かんないですけど歌ってくれるならばアンパンマン歌ってほしいですね。はい。で、まあ自分は声真似しかできないんで、じゃあこの10秒間だけでニャンチュのモノマネしまーす。あ、ニャンチュだニャン、似てる。7番のプレイヤーは発言してください。濃いね、この部屋なんか濃いね。濃いけどやっぱ濃いね。8番のプレイヤーは発言してください。ちょっともう僕もう人狼下手くそなんで、ちょっとここから信用取れる気がしないんですけど、まあそうだね、まあ2番8番、まあどっちかつってください。もで6番さんがくれたアパンのマーチ歌います。そうだよ、みんなみんなでてる。のプレイヤーは発言してください。だからまあ何回も言うけど、1番これ7番だから濃いんだよ。マーチはアンパン、そうですね、まあ8番さんの歌本当に惚れました。これは耳が妊娠しちゃいました。コンボしたいと思いますね。次はそうですね、まあ当たり前の話ね。1番のプレイヤーは発言してください。ちょっとゲストを呼んできたんですけど、紹介しましょう。じゃあ、はい、はなちゃん、はい、はなちゃんにいそう。投票を始めてください。ああやだ。3番のプレイヤーは発言してください。嬉しいんだ、生きる喜び。愛だ。夜が来ました。目を閉じてください。どうしますか？人狼は人を殺してください。どうします？もう行くのもありじゃないかな。あ、でも9万、いや、1でいいんじゃないか。9多分カリード守ってると思うんで。はいはい。1で行きますか。かな。して誰か無駄打ちしますよね、多分。多分無駄打ち、まあ、してくれるといいんですけど。そうですね。じゃあ1行きましょう。まあ、了解です。朝が来ました。昨夜死んだのは1番ハンターは発砲。4番のプレイヤーは2番ハンターに道連れにされました。発言してください。とりあえず皆さん、今回占ったのは7番さんです。7番さんは、白でした。なんで僕目線、3、4のどっちかが黒、まあ6もあるんか。3、4、6、でもまあ3、4の方がポイントかな。6は、でも6番さんなんか僕死んでみるって言って、なんか結局僕に投票したんでしたっけ。なんかおかしいな、それも。多分6、3、4、まあどっちかが8番さんとの相方になるわけですね。とりあえず今日は6番さん釣りですね。あーでもそうか、占いロールしなあかんか。占いロールしないといけないんで、もう8番さん釣りですね。8番さん釣ってください。7番さん占った理由としてはです。これずっと本気っす。僕ずっと本気ですから、初めのなんか占い理由以外本気でやってました。8番さんが、黒なんですけど、7番さん占った理由としては、まあ昨日黒目を上げてなかったのが、6番さんはなんかまあ、真面目にやってたんで、発言から意見落ちるかなと思って、で、まあ、4番さん、7番さんが、まあ、普通に、何も黒目すら上げてなかったんで、まあ、特に7番さんが、あれかなと思って、7番さん占いました。
まあ、1番さんが4番さん打ってくれたんで占い先が減ったのはいいんですけど、これ、うん、狼ここでもし6、8が狼ならここで狼じゃないできないんで8番さんお願いします。5番のプレイヤーは私は本気でやってるんですけども、まあこれ2日目セオリー通り行くんだったらもう占いローラーしかないんで2、8ですね。でまあ8番さんはもう考察も伸びないんで8切りたいところなんですが、2番さんも逆に真面目にやってるのも怖いなとは思いました。で多分人狼側から考えると1のハンターを見つけ、もう分かってるんで誰も使用してないんでハンター食べちゃって無駄打ちして4番に行っちゃって、まあこれが4番が白か黒かっていう状況なんだけど、多分どちらにしろこれ人狼側有利にはなってると思うんで、6はないけど7級とかね、まあもちろん8も含め2も含めだけど人狼側いるんであればもうそろそろちゃんと見つけとかないとただ逆にね、8行くかな、私は8行きます。6番のプレイヤーは発言してください。発言してください。あ、すいません。2に入れた理由は、なんか3番さんが2やるって書いてあったんで、2入れた方がいいのかなと思って2入れちゃいました。すいません。申し訳ないです。で、これで2、8どちらかを今から入れるということですね。なんで、まあ僕は8番を入れるですね。まあ5番さんと2番さんの、まあ、説明、考察に従って、入れたいと思います。以上です。7番のプレイヤーは発言してください。今日もワンピース考察やっていきたいと思います。そうですね。今日の考察はワンピースといえばやっぱり気になるのがルフィの親っていうことですね。ルフィの親は現在父親がドラゴンということで確定しているんですが、まあもう一人母親は明かされていませんよね。まあ、その母親を今日は考察していきたいと思います。まあそうですね。まあ、母親、今までジュエリーボニーだとか、クロコダイルなんていう説も今まであったりもしたんですが、現在濃厚なのがアルビダという説です。あのアルビダですよ、皆さん。まさか誰もアルビダなんて思っていませんよね。だって、あんな一番最初に出てきて、あんなルフィのお母さんがトップスサイクなやつと、ね、出てくるなんて思えもしませんよね。ですが、そうなんですよ。続きは YouTube で。あ、今更これ本気でやる？8番のプレイヤーは発言してください。はい、5番黒でした。理由は、占った理由として5番は私を殴ってからです。まあ僕はまあ確かに真面目にやっていないので、殴れる理由もわかるんですけども。はい。まあ、2、5が黒でしたね。まあ、この時点、まあ、多分、もう、ここから、まあ、多分、どうせ僕なんでしょうね。まあ、ひっくり返すかできないと思うので、アンパンマン、韓国バージョンを歌いたいと思います。おっため、せいじょうめ、ほうでじゅうめ、ふりおっため。ありがとうございました。ちなみに、僕、今日、2番さん入れたいと思います。ありえん、オラじゃないべ。8番のプレイヤーが選ばれました。8番のプレイヤーは発言してください。はい、もうここ、カリウッドをご一緒にしないと負けです。すみません、僕がネタに走ったばっかりに、すみません。以上。夜が来ました。目を閉じてください。はい、はい、どうします？人狼は人を殺してください。7位。初日9守ったっぽいんです。はい、多分カリウッドは初日9守ると思うんで、ここ9でいいんじゃないですかね。9でいきますね。わかりました、わかりました。じゃあ9で。昨夜死んだのは、oh, yeah. 9番。ゲーム終了。人狼の勝ちです。